ですね、30周年記念マッチ、甲子に華やかに監督のもと2度全国制覇を果たしています。新潟小野洋二のキックオフで試合が始まっています。トーマスデン、それほどプレッシャーを強めなかったセレッソ大阪、宮本ボールを奪った、レオセアラ右足のシュート、阿部キャッチです。一瞬にしてチャンスにするのがレオセアラですよね。長谷川元輝の右足か、右足、長谷川元輝です。ベッド先制点は新潟、ただオフサイドフラッグ上がっています。中心もオフサイド、関節フリーキックを示していますが、今のシーンですね。そうですね、少し先に出ているというのと、まあ、本当セレッソのディフェンスがしっかりと我慢したというような。さあ縦につけて中に長谷川元輝が入ります。ワイドに堀米、運ぶ長谷川元輝、堀米に出す、ワンタッチクロス、小野田枠を捉えることはできませんでした。右足についにファーサイドにトーマスでマイケル・ジェームズ、高身長の選手、ニアに来てフリックしてこぼれ球、押し込もうという新潟でしたが、セカンドボール堀米が狙う、田中俊太のところ長倉引っ掛けてカウンターに行けるかどうか、前を向いている、長倉右足シュート、キム・ジンヒョン、昨シーズン最終節で J1 初ゴールを奪ったのはこのセレッソ戦でした。長倉保持しながら進んでいきたいってチームがやられてしまいますね。そうですね、新潟はそれを狙っていますが、今度は長倉が運んで中に増田、手を上げている、増田に出して左足シュートだ、ゴールっていう選択をして、そこをしっかりと見ていた長倉選手のところからのしっかり流し込んで決めた増田選手なんですよね。そうですね、奥の左足、ここで前半終了のホイッスルです。前半松田の J1 初ゴールで新潟が1点を先制しています。このゲーム勝てばホームで4連勝ということで、これは3年ぶりです。さらに10戦負けなしというのは2013年以来11年ぶりということになっています。セカンドボール芝山のファーストプレーからルーカス・フェルナンデスシュート、阿部キャッチです。まだボールをキープして一旦ワイド、長谷川元輝勝負をします、浮かせて長倉のシュート、こぼれ球、小野田結びつけることができましたよね。長倉のシュート、こぼれ球、小野が見事に仕留めて、この今シーズン初ゴールです。この辺りいい守備を見せている宮本と小野、カウンターに行こうというところ、長倉が裏に出る、サイドに流れて、ここはキム・ジンヒョン、コーナーになります。山崎動き出して、その山崎胸コントロール収めます、中に返す、スルーパス、前を向いた、かわして左足のシュート、ポスト、ルーカス・フェルナンデス、最後藤原吠えました。飛び出しだったんですけれどもね、ここもしっかりともうファーサイド狙って左足でというところだったと思うんですけれども、まあ、本当ギリギリでしたよね。そしてすぐに長谷川拓海と谷口のプレッシャーを強めます。2点リード新潟、2点ビハインドセレッソですが、ここで平野思わずファールをしてしまいまして、イエローカードが示されています。イエローではなくてレッドカード、右足のシュート、30周年記念マッチのセレッソ、この距離で、ま、ここにしっかりと流し込めて決めきれるこのパンチ力と、もう本当この100分迎えるこの時間帯にこのパンチ力があるシュートがうまかったですね。あそこで前にクリアしたらセレッソの選手に拾われるところをしっかりとゴールキーパーに戻すという判断できましたね。そうですね、ここでファイナルホイッスルです。アルビレックス新潟、2012年以来